第8代ノーフォーク公爵トマス・ハワードは、イギリスの貴族。1683年12月11日、第6代ノーフォーク公爵ヘンリー・ハワードの次男、トマス・ハワード卿とその妻、エリザベスの着男として生まれる。弟に、第9代ノーフォーク公爵となるエドワードがいる。1701年4月2日に、おじヘンリー・ハワードから、ノーフォーク公爵位を継承した。 1715年のジャコバイトの反乱の際には、弟エドワードにかけられた、退虐罪の容疑を晴らすことに尽力した。しかし1721年のアタベリー陰謀事件を、機に、ウォルポール首相によって、ジャコバイトやカトリックに対して激しい弾圧が加えられ、その際の1722年に彼も、ジャコバイトとの関与を疑われて、退虐罪で、ロンドン島に投獄された。 1729年から1730年まで、フリーメイソンのイングランド、首位グランドロッジのグランドマスターを務めた。1732年12月23日に死去した。子供はなく、借位は弟のエドワードが継承した。1701年4月2日に死去した叔父ヘンリーより、以下の借位を継承した。ありがとうございます。